はい、後任のね、2018年の第、あ、違う、2018年じゃないんだね、これ、2017年の2回目かな、ね。テキストじゃなくて、問題は、文科省のホームページにありますから、検索したらすぐ出てくると思います。ホームページにはね、そんなに何年も入れてないけども、なんだっけ、ウェイバックマシーンっていうのがあるんだけどね。ウェイバックマシーンっていう。それで検索したら出てくるから、ウェイバックマシーン。これはほら、インターネットのさ、ホームページを、なんていうのかな、保存してるわけよ。だから、3年前のそこのページの様子とか見れるわけ。それでね、公認のページの URL を入れると、だいぶ過去のやつも見れると思いますね。本当ね、高1、高2の人にはこれ結構おすすめね。まだとてもじゃないけども、センターはいけないと。センターの問題やってもほとんどわかんないと。そうしたら、まずこれでね、満点取れるまでやると本当にいいよね。まあ、こっからね、高2、高、あのセンターまではね、結構まだ、いくつか段階踏まなきゃいけないんだけども、とりあえず高1あるいは高2でこれ満点取れると結構いいんじゃないかなと思います。ほんと基礎的な問題なんだけども、いい問題結構多いよね。いくよ、じゃあ一緒にやりましょう。Welcome to、 あれちょっとちっちゃいかな、これぐらいか。1から3までの対話において下線を引いた語の中で最も強く発音されるものをそれぞれ1から4のうちから1つ選びなさい。こういうのね、昔センターにも出てたんだけども、もう最近なくなったけどね。でもこれはいい問題だよね。こういうのはもうちょっと出すべきだよね。センターの場合はね、かなりなんか複雑になっちゃって、あんまりいいとは思わなかったけど、これは結構素直な問題だよ。Welcome to Tony's Pizza. Do you have a reservation? 予約ありますかと、予約取ってますかと。ピザ屋で予約いんの ?Yes, the name is Dixon.Okay, Mr. Dixon.For five people at 6:15. 6時15分から5人様ですねと。Actually, there are six of us.I hope that's okay. まあ、予定は電話を入れたときは5人だったんだけども、6人になっちゃったわけでね。これはもうわかるでしょ。There are six of us. ね、わかんないじゃん。ね、There are six of us. おかしいよね。There are six of us. ね、こっちが5って言って、こっちが6って言うんだから。ね、これだよね。いつも言うんだけど、こういう問題はね、1語だけ言うんだったらどれを選ぶか考えてよ。Okay, Mr. Dixon. For five people at 6:30, 15. Actually, six. I hope that's okay. これでもう見事に通じるじゃない。ね。だから1番は、答えは3番でね。あ、後で答え合わせしますね。答え合わせは後でやります。あ、ちょっと待って。どう書けばいいんだっけ ?1 番でいいのかな ?1 番は、何番だっけ ?1 番は、何 ?3 番か。3はどうしよう。こうやっとこうか。ここだね。はい、2番目。Do you know when we have to hand in our essay? Hand in っていうのは、提出するってことだよね。Hand in。Mr. Smith said that we should bring it to the next class.、ね、次の授業の時持ってくるべきだって先生は言ってたよと。Then I'll finish it this weekend. 今週末やっちゃおうと、ね。No, that won't work. それじゃダメだよと。We have the class tomorrow. ん?ああ、そういうことか。要するに、明日もう授業があるわけだよね。その時提出しなきゃいけないんだよね。今週末じゃ遅いと。どうしよう。これもやっぱり一語言うんだったら、Then I'll finish it this afternoon. No, that won't work. ダメだよと。Have. おかしいよね。The. これもおかしいよね。Class.
ね、これもおかしいよね。やっぱね、クラスで授業って言ってるだけじゃない。ね、tomorrow、これでね。4番。2番は4番。どうしようかな。下書こうか。2番は4番。その次、もうちょっとなんだよね。I'd like to return this vase and get a new one. この花瓶を返したいと。ちょっと大きくするね。これでいいのかな？これで見える。ちょっと大きすぎるか。ちょっと待ってね。115にしようか。まあいけるでしょう。I'd like to return this vase. この花瓶を返したいんだね。返品だよね。Is there something wrong with it, sir? なんかちょっとまずいことあったんですかと。なんか割れてたとかね。Yes, I noticed some kind of crack on the bottom. そこの方に、ね、何があったかというと、クラックがあったわけでね。クラックは割れ目ってことね。要するに、ひびかなんか言ってるわけよ、ね。もちろんクラックだよね。4番か。3番は4番。あら、3番は4番か。ほいで、その次。I'm very sorry. I'll exchange it for you.、交換しますと。その次、1から5までの対話文の括弧内に入れるのに最も適当なものを選びなさいか。At the station. Excuse me, could you tell me where the city hall is? どこですかと、city hall、市役所はね。Well, it's a little far from here. ちょっとここから遠いですよと。で、4番なんか答えて、We should take a taxi or, we should take a, you should take a バス or タクシー、ね。バスかタクシーで行った方がいいんじゃないですかねと。これ何入るんだろうね。Well, it's 遠いんですよ。あ、そうですか。歩いてはいけませんか。これで方がいいですねと。How can I get there? あ、これか、ね。どうやって行けばいいんですか ?You should take a bus or タクシー。これだよね。Where is it? When is it open? いつ開いてるんですか。What is it called? Where is the nearest entrance? まだエントランスまで来てないよね。これも4番は1か。これは簡単だよね。4番は1。その次、5番。At a sandwich shop. サンドイッチ店で。May I help you? いらっしゃいませ。ということでね。I'd like a ham sandwich, please.、ね、ハムサンドイッチをお願いしてしますと。これなんか言って、で、sir、なんだろう。チーズマスタード and トマトプリーズ。どういうサンドイッチをにしますかってことかな。Would you like something to drink? Drink は関係ないよね。Can you say that again? もう一度おっしゃってもらえますかと。違うよね。これ何？ハムサンドイッチでチーズマスタード and トマト。これ何？こんなのつけるってことかね。What Would you like in it? あ、そうか。ハムサンドイッチの中に何か入れるわけだよね。これかな？ Will you heat it up for me? 温めてもらえますか？これだよね。要するにハムサンドイッチ、ハムだけじゃなくて、その中にチーズを入れたり、ね、マスタードで味付けしたり、トメイトも入れるわけか。3番。まあ、いろいろ選べるわけだよね。5番は3番か。5番は3番。At school. 学校でっていうことね。はい。じゃあその次ね。At school. Did you bring lunch today? 今日持ってきたと、ランチ。弁当ってことかな。No, I'm going to the cafeteria. カフェテリアに行くんだと。学食でね。ほんで6番なんか言って、Sure, let's get there early before it gets crowded. これわかる？crowded. 混雑してるってことでね。だから、そこへ行きましょうと。早く。crowded になるまでにね。だから、混むまでにってことか。No, I'm going to the cafeteria. じゃあ、一緒に食事しないかってことか。Sure.、ね、Shall I make you lunch too? Shall we go there? Go together?
じゃあ一緒に行こうかと、ね、この子も行くわけでね、キャフテリアにね。Should I do that alone?、うん、Should we wait till tomorrow? 明日まで待ちましょうかと。これおかしいよね。2番か。3番は2番。6番が2番か。これでいいの ?6 番が2番。こういうまあもちろんね、最初に一番正しいやつがあるわけよ。ね。ほいで、この間違った答えを考えていくわけだけども、これは結構難しいよ。ね。なんていうの?全くバカなよ、ようなこと。例えばどれだろう。これとかね。もう全く的外れなやつも入れとかなきゃいけないけども、ちょっとね、合わないとかね、そういうのも入れとかなきゃいけないしね。かといって、あんまりちょっとだったら、どっちも正解になっちゃうからね。難しいよね、作り方ね。ん?あれ?なんで?あ、そっか、これ調節できないのか。ちょっと待ってね。連続ページ、あ、できるわ。いい。At a new opened restaurant. 新しくオープンしたレストランでってことね。Did you enjoy your dinner? 美味しかったと。Yes, very much. The mushroom pizza was great. 美味しかったねと。I'm glad you liked it. 君がそれを好きで嬉しいと。ね。よかったねってことね。7番なんか入って、I'd love to. 喜んで。I'd love to なんとかなんとか。ね、なんかしたいって言うんだろうね。また来ないってことかな。I'd like to try your other pizza too. あなたの別のピザも食べたいと。I'd like to try your other pizza too. あ、そうか。A の人がなんか他のピザを食べてたわけか。それも食べたいなって言うんだよね、今度ね。Please come back again. あ、これ店員か。そういうことか。ね。Please be quiet here. やかましい。Don't eat too much. あまり食べないでくださいね。Don't be late next time. 次は遅れちゃダメですよ。Please come again. これだよね。Please come back again. またいらしてください。I'd love to. 喜んでってことね。7番はだから、Please come back again. 1番か。7番は1番か。その次、8番でね。At a sports club. スポーツクラブで。May I help you? Yes, I'd like to join this, sports club. このスポーツクラブに入りたいんだと。OK。なんか言って。But yes, I brought my driver's license. Here you are. なんか身分証明ありますかってことか。Do you often come here? 初めてなんだよ、この人ね。Do you have any ID? これか。Are you interested in sports? Are you leaving now? これは2番か。8番は2番でいいのかな?これやりにくいな。ちょっと待ってね。2番か。8番だよね、これね。で、9番から並び替えか。並び替えはね、ちょっとめんどくさいから、どうしよう。英語で書いちゃうね。記号じゃなくてね。Many years ago, on hot summer days, the children of the village often went swimming in the river. ね。ずいぶん昔ってことでね、昔はその暑い日に、ね、The children of the village、村の子供たちは often went swimming、ね、泳ぎに行ったわけでね、in the river にね。今じゃもうちょっと汚くて泳げないけどもって感じでね。Most children just played in the water, but some of the brave boys、なんとか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 、from the bridge where the river was deep。ああ、そっか。高いとこから飛び込んだってことかな。ほとんどの子供たちは、まあ、なんていうの?水辺で、なんか遊んでただけだけども、まあ、ちょっと、
なんていうの、やんちゃなっていうか、ブレイブな子供はそのこともして遊んだと。これなんだろう。9番、10番か。9番、10番。Most brave boys, the brave boys, some of the brave boys, liked to do かな。liked to dive into the water。これ簡単だよね。ダイブするのが、飛び込むのが好きだったと。ね。もう他に答えはないでしょう。その次、Last summer, Keiko stayed with a family in Australia for a month. 1ヶ月オーストラリアでホームステイをしたんでね。She thinks the experience changed her a lot. 彼女が考えるに、その経験は彼女を大いに変えたもんだと。Before going to Australia, オーストラリアに行く前に、She なんとかなんとかなんとか about herself, but afterwards she had more confidence speaking about herself and giving her opinion.、ね、オーストラリアに行く前は、その、ちょっとまあ、内気っていうか、自分の意見もあんまり言えない子だったんだけども、but afterwards、ね、その後は、行ってからは、she had more confidence、ね、自信を持ったわけだよね。何に？ Speaking about herself and giving her opinions. 自分のことを話したり、意見を述べたりすることにね。だから、Before going to Australia, she、she って主語を起点だから、あと動詞が来るはずだよね。動詞はどれを選ぶかっていう、あれ？動詞はどれにするかっていうと、この中で動詞を調べたら、探したら、どうなの？ She、hard しかないんだよな。あと動詞ないでしょ。been は動詞じゃないでしょ。こんなね。to、talk も動詞じゃないじゃない。だから、she had、ここで been か。そっか。あとは構文だよね。to っていう構文ね。あまりにもシャイすぎて、to talk できないと。お茶があまりにも熱くて飲めない。too hot to drink。こういうやつと同じよ。too old。To drive a car、ね、年を取りすぎていて、ドライバーカーか。車を運転できないと。ね、そんな感じ。ハッドビンってのはわかるかな？ハッドビンシャイっていうのはもちろん、ハッドビンシャイっていうのは、She was shy っていうのが過去形でね。これを過去、現在完了にしたら、She has been shy でね。その has をハッドにしたら過去完了になって、 she had been shy でね。これ過去完了ってのはどういう時に用いるかっていうと、これ過去でしょ？これで、こうなったんだけども、それより前は、ね、要するに過去の過去を表す時は had been ってなるわけよ。ね。もともとはこう、なんていうの？自信がなげだったと。それがオーストラリアに行って、ね、まあ自分のことでも、あるいは自分の意見でも言えるようになったと。ね、3番、13番、14番のところだよね。John loved to go to the beach every year. 毎年、そうか。ここ書いちゃダメなんだよね。毎年ビーチに行くのが好きだったと。He hated the August crowds. 8月のその、何、大勢人いるのが嫌だったから、So he usually went to the beach in early September. 9月の初めに行ったと。The weather in September was nicer.、9月の方が良かったんでね、天気はね。It なんとかなんとかなんとか、July or August. 何？ July、7月、8月。7月、8月はあんまりね、人でいっぱいだし、良くないしってことでしょ。It と、そうか。天気もいいと。で、気候もちょっとあんまり暑くないってことか。It was not かな？ So, It was not as hot as in July か。ちょっと難しいかな。As, そこに not をつけただけ。ね。ほどっていうことでね。ほで、
ジュライほどってことでね、ジュライっていうのは7月だから、インジュライってやるわけでしょ。その次、これ何？ああ、これね、これは結構いい問題だと思うんだよね、毎年見てるけどね。ちょっとした文を読んで、どういうことを書い、一番何を書いてあるのかと、何を言いたいことかと、ね、そういう趣旨っていうか、そういうのを、あれする、答える問題なんだけども、こういうのをね、いっぱいやるといいよ、本当にね。うちのホームページも、でも集めてあるから、それやればどうかな。I've just heard that you fell and broke your leg yesterday and are in hospital now. なんか、入院してるんだって？と。I'm really worried about you. 心配してるんだと。I'll come and see you tomorrow. 明日行くよと。Let me know, if you need anything. Let me know. 知らせてください。ね、if you need anything. これ、もしっていう意味じゃなくて、かどうかっていうことよ。あなたが何か必要かどうか知らせてください。まあ、なんか必要なものがあれば持っていきますよっていうことよ。I hope you are not in too much pain. ね、あまり痛みがなければいいんですけども。これは何？病気の原因を調べる。災害の状況を報告する。怪我の見舞いをする。これだよね。これは何？手紙かなんか書いてるのかね。あれ、電話かね。まあ、15番は4番でね。15番は4番。15番は4番と。16、17、18、19、20か。その次、同じような問題だよね。Does your work make you tired? あなたの仕事はあなたをタイヤードにしますかってことでね。つまり結構大変な仕事やってんのってことでね。However good you are at your job, あなたがどれほどうまくても、あなたの仕事にね。You sometimes need a rest. まあ、時にはレストが必要ですよと。How about visiting a Caribbean island? ね、カリビアなんていうの？カリビア海？カリビア島？っていうのかな？カリビアンってどこにあるんだっけ？ちょっとわかんない。そこを訪れてみるのもどうですかねと。Where all you can see around you are the blue ocean and palm tree. この Where はどこでっていうよりも、これはそのアイランドを説明してるわけでね。そこではって感じよ。どういうとこかっていうと、そこでは all you can see around you。周りに見えるものは、ね、the blue ocean と palm tree だけだと。ヤシの木でね。For more information, please visit our website. You are just a couple of clicks away from a relaxing Caribbean vacation. これは、ね、要するに何？コマーシャルっていうか、なんかそういう、あれだよね。旅行行きませんかっていうことでね。要するにね。これで最後のね、これはよくわかんないんだろうけどね。You are just a couple of clicks away っていうのね。これよく言うやつなんだけど、あと何回かクリックしたら、ね、そこに何が待ってるかっていうと、Relaxing Caribbean Vacation が待ってるわけよ。あと数回クリックしたら、つまり、ね、申し込む、あと2、3回で申し込めるわけだけども、そしたら、すごい、ね、こういうのが待ってますよってことよ。友人の健康を気遣う。転職について助言を。島の自然環境を説明する。自然環境か。宣伝の、旅行の宣伝をする。もちろん4番でね。4番。その次。The next train from platform 4 is a limited express heading to South Coast Station via White Fox Station. これなんか駅の案内みたいだね。4番線の次の列車は is a limited express。これなんだろう？特
級ってことだけども、エクスプレスは。まあ、準級とか、そういうのでもいいのかな。まあ、そういうもんですと。To South Coast Station へ行くね。ほんで、バイアどこを通ってかっていうと、ホワイト、フォックステーションを通ってね。Passengers need to have a reserved seat ticket。要するに、まあ、特急券が必要なんだよね。On this, limited express. There are no non-reserved seats on this train. Non-reserved seats だから予約されてないシートはありませんってこと。つまり何、自由席はないってことか。ね。Please watch your step when boarding the train. ボードっていうのはこれ、ね、スケートボードのボードとはちょっと違うんだけども、乗るっていうことよ。要するにね。Board the train。あれはボディダシップとかね、ね、船に乗ったり。あ、そっか、飛行機もそうだよね。ね、なんか乗り物に乗り込むっていうことかな。おっきいね。Thank you。列車の到着時間を案内する。どこに案内してんの？何時？ね、してないじゃん。次の発車する電車を案内する。ああ、これか。新しい電車の性能を、性能なんか言ってる？時速何キロ出るとか言ってる？電車での旅行を進める。どこへ旅行するんだよ。ね。これだよね。次の列車、次に発車する電車を、案内すると。だから17番は2番か。決してね、そんな変な問題は出てないんだけども、いい問題でしょ、全部ね。ちゃんと分かってれば、答えられるはずの問題でしょう。次は何？ここへ何か入れるのね。こういうとこ入れるのは、例えば、however とかさ、ね、そういう、文の流れを分かるかどうかっていう問題が多いよね。If you want to be a good speaker of English、英語の上手なスピーカーになりたければ、つまり英語が上手になりたいなら、take advantage of every chance to speak English。take advantage of っていうのは何かを利用するってことよ、ね。だから、チャンスを利用しなさいと、英語を話すね。つまり、英語を話せる機会があるんだったら、そういうのを利用しなさいと。ね、や、うん。Don't be shy and don't be afraid of making mistakes。ね、シャイにならずに、ほで間違いを恐れんなと、ね。The most important thing is not to speak English perfectly。これはあれか。To make yourself understood and enjoy communication with others。The most important thing、ね、一番大切なことは、is not to speak English perfectly。完全に間違わずにってことでね、英語を話すことじゃなくて、A じゃなくて B だっていうやつでね、not A、なんとか B ってやつでね、これは but が入るよね、ね。これは not A、but B ってやつね。18番は3番か。あれ。3番、あれ？ 3 番か。あれ？3番。ここか。その次。だから、ここはこれだけ考えても分かんないわけよ。こっから見ないと。ノット。これじゃなくて、これ。ね。ここまで。一番簡単な問題はね、ここの後だけ見ればいいような問題とか、ここの前だけ見ればいいような問題。そういうのもあるけどね。ここは違うよね。On a trip to England, Aki found a friend fried tomato on her plate as part of her breakfast. イギリスへ行く旅の途中でってことか。Aki found a fried potato. 揚げ、トマトを揚げんの？そういうのを見たと。On her plate as part of her breakfast. これは飛行機の中でってことかな。She liked tomatoes in salad. サラダに入れたトマトは好きなんだけども、 But it was the first time for her to eat a cooked potato. トマト。こういうふうに料理されたトマトは初めてだと。なるほど。So,
She also saw some people put beans on toast。 パンにその豆をなんかするんだね。豆ってそのままの豆なんだろうね。ピーナッツバターじゃなくてね。Which she had never seen before. It was surprising for her to see people eat tomatoes and beans in such なんとか way。 まあそういうふうな変わった秋だっけ？秋か。秋からしたら変わった食べ方をしてたわけだよね。だからそれは驚きだったと。For her to see people eat tomatoes and beans in such なんとか way。Quick way, different way, official way, expensive, expensive way じゃないよね。Official なの、それが。Different ね。違ってるってことは different ってことね。2番でしょ。その次、あと1個かな。The new president of the student council gave a long speech to all students at the assembly。 そのアセンブリは何だろう、生徒集会みたいな感じかな。だから新しいプレジデント of the student council、 生徒会の生徒会長かな。それは新しい生徒会長はえらい長いスピーチをやったと、ね。As a 20, she looked to the future and spoke about the need for change。彼女なんでね、女の子なんだよね。She looked to the future。未来を、将来を見て、and spoke about the need for change。変化の必要性を話したと。まあ全体としてみたいな感じかな。She also explained her plan to make life at school more positive and pleasant for everyone。ちょっと難しいよね、ここね。彼女のその計画について話したわけだよね。説明したわけだよね。どういう計画かというと、to make はこれちょっとややこしいんだけども、なんとかをなんとかにするってことでね。そのなんとかっていうのは、life at school。ね、これだよね。学校生活をどうするかっていうと、more positive and pleasant。ね、もっとポジティブで、プレゼントなもんにすると。そういうふうな計画について説明したんだと。ね、じゃあ、ここは何だろう。as a leader or as a worker、As a listener, as a maker、ね、彼女は要するにリーダーなんでね、まあ一種のね。これでいいんじゃないの？ As a worker っていうのはね、リスナーじゃないよね、自分が話してんだからね。だから20番は1か。OK。ちょっと待ってね。21、あれ？ 21、22、23、22。やっぱりね、こういう問題簡単だっていう人もいると思うけども、でも意外とその100点取るのは難しいよ、ね。どっかで間違っちゃうわけ。やっぱりそれはなんかやっぱりまだ甘いところがあるということでね。逆に言うと、この問題で1つ2つ間違ってるっていうことは、センターではとてもじゃないけど、もっともっと間違うってことだからね。まずはこれを完全に取れるようにやった方がいいんじゃないかな。次の表と英文を読み、1から3の質問の答えとして最も適当なものを、1つ選びなさいか。Things that cause or might cause cancer。なるほど。どういうものかっていうと、cause or might cause、引き起こす、あるいは引き起こすかもしれないもの。何を引き起こすかっていうと、キャンサーをね。キャンサーはがんだよね。ここでグループ A、グループ 2B、グループ 2B っていうのがあって、things that cause cancer in humans。発がん性の物質だよね。description。example、smoking、Processed meat。何肉って言うんだっけ？調理肉。調理肉じゃないよね。これ何て言うんだっけ？プロセスした。ちょっとわかんない。加工肉。ベーコン and ソーセージ。悪いんだ。Exposure to the sun, アルコール。そうだね。
やっぱりこれもね、皮膚がんだけじゃなくて結構悪いんじゃないの？ Well, there are things that probably cause cancer in humans. おそらく、まあ可能性が高いね。Steroids. ああ、これね。Red meat. Well, there are things that possibly cause cancer in humans. このほら、probably っていうのは結構可能性高いわけね。possible っていうのは可能性ちょっと低いわけね。ひょっとしたらっていう感じよ。ね、コーヒー、ガソリン、ピクルス。ピクルスはあれ、ダメなの？俺昔タバコ吸ってたでしょ。プロセスドミートはそんな好きじゃないけど、まあ食べることは食べるよね。ベーコンとかね。エクスポージャートゥザサンはあんまりないかな。普通の人と比べて。アルコールはほとんど飲まないよね。ステロイドは、まあ、あることはあるけども、使ったことはあるけども、まあ、そんなない。レッドミートは、そんな、まあ、なんだろう。昔はね、結構、牛肉好きで食べてたけど、最近食べない。コーヒーは飲むね。ガソリンってはどういう意味だろう。これ、ガソリンの排気ガスってことかね。ピコーズも食べないの。はい。The World Health Organization, WHO, is part of the United Nations. It works to improve health all over the world. It はもちろん、その WHO だよね。世界保健機構っていうの。それは仕事をしていると。どういうため、何のために仕事をしているかっていうと、to improve health all over the world。世界中の、その世界中で、その、improve だから良くするっていうことでね。健康ね。要するに、まあ、そういう活動をしてるわけよ。WHO がこれは危ないとかよく言ってるじゃない。ね、The WHO does everything it can to fight diseases such as HIV, AIDS, but it also tries to help people to lead healthier lifestyles. does everything it can. ここはちょっと難しいかな。it can なすべて。ね、後ろから前かかってるわけよ。それができることすべてをすると。何するためにできることかっていうと、to fight disease。ね、病気と戦うこと。どういう病気かっていうと、such as HIV とかね。But it also tries to help people。それだけじゃなくて、これはあれだよね。そうだね。それだけじゃなくて、but it also、これもだよね。tries to help people。人々を助けると。何するのを助けるかというと、to lead healthier lives、lifestyles。The WHO gives advice on exercising and healthy eating, for example。アドバイスをしているわけでね。運動。で、healthy eating に関してね。For example, people around the world use this advice to try to live healthier lives. 世界中の人々がこのアドバイスを、使っていると。何のために使うかというと、to try to live healthier lives するためにね。要するにね、一日の塩の摂取量とかそういうことかな。The International Agency for Research on Cancer belongs to the WHO。その WHO の中にこういうのがあるわけでね、組織としてね。There are many types of cancer and also many causes of cancer。原因もいろいろだと。The IARC。あ、これか。IARC か。Looks at research into the causes of cancer in order to give advice to people。IARC は、研究を見てるわけでしょ。ん？ちょっと待って。Looks at research。研究を見て、そしてこれを調べてるっていうことだね。ちょっと難しいよね、これね。ルックとアトス。
look into でね、調べるって意味なんだけどね、それと look at とがなんか重なってるって感じだよね。がんの原因、in order to give advice to people、人々にアドバイスするためにね。This is a difficult job、これは難しいジョブだと、however、because some things clearly cause cancer and some things only might cause cancer。このよく some とかよく出てくるんだけど、これはいくつかって意味じゃなくて、一部はってことだよね。because some things、まあ、がんの原因になるものもあれば、がんの原因になるかもしれない、ひょっとしたらなるかもしれない、そういうものもあると、はっきり言え、わかんないんだよね。The IARC's job is to make lists of these things、ね。この人たちの仕事は、こういうもの、つまりがんになるや、なる、引き金になる、そういうもののリストを作ることなんだと。The table above shows only three of the five groups in the full list。テーブルっていうのはテーブルじゃなくてね、表っていうことね。これね。こういうのを表って言うんですわ。あ、テーブルって言うんですわ。Above、上の表は、shows only three of the five groups。あ、5つあるグループの中の3つだけを示していると。In the full list。あ、フルリストだと5つあるんだよね。あ、そうなの。全部載せておけばいいのね。ここにあるのかな？ね、多分。あ、VOX。VOX ってなんだろう。まあいいや。そっからね。どこまで読んだっけ？あれ？こう読んだよね。あ、こっからか。Group 1 contains things that cause cancer in humans。ここはもうはっきりしてるんだよね。引き起こすと。Group 2A contains that things that probably cause cancer in humans。ここはおそらくがんの原因だってやつね。The IARC is able to say this because the things in Group 2A are known to cause cancer in animals。ああ、動物実験ではそのこういうのを食べさせてばかりいたらがんになるわけだよね。And therefore, they also probably cause cancer in humans。まあおそらく人間でもそうだろうと。Group 2B contains things that possibly cause cancer in humans。おそらく、ひょっとしたらってことかな。Because these things sometimes cause cancer in animals。まあ動物実験でも、まあ、たまにそのあるからねってことか。そんなこと言ったら何も食べられなくなっちゃうね。It may not be necessary to avoid everything on the list。It may not be necessary。必要じゃないかもしれないと。To avoid everything in the list。リストのすべてを avoid、避けるのはね。The list shows things that have a link to cancer。リンクしているもの、つまり、まあ、関係のあるものをリストしているんだと。Or things that might have a link to cancer。ね、ひょっとしたらそうかもしれない。It does not tell us if the risk is big or small。リスクが大きい、小さいとは言ってないと。It is well known, for example、例えばこういうことはよく知られてるわけだよね。That smoking is dangerous and is connected to lung cancer。喫煙っていうのは危険で、そして lung cancer だから肺がんに関係あると言われていると。そうね、あ、知られているのか。It is well known だからね。As well as other types of cancer。そのラングキャンサーだけじゃなくて、ラングキャンス、これにもね。ね。だから、ね。他のがんの原因にもなるってことよ。If you smoke, your chances of getting cancer are much higher。もしくはあなたがタバコを吸うなら、そのがんになるチャンスは、チャンスっていうのは可能性ってことでね、
はずっと高くなると、何倍とかなんかよく言うよね。We cannot say that sunshine and bacon are equal to smoking in their level of danger. 私たちは言えないと。日光とかあるいはベーコンが、同じレベルの危険性があるとはね。その喫煙とね。But the IARC says that we should be careful with the things on the list.、ね、このリストに載ってるものには気をつけなきゃいけないと。To reduce our risk of getting cancer. 減らすってことでね。私たちのリスクを。どういうリスクかっていうと、getting cancer するリスクでね。がんになる。はい。1、2、3。うん。こういうふうに、ここまで読み込んでおけばね、もう、おそらく、なんていうの？戻ったりする必要ないと思うね。そんなに、戻ってどう書いてあったかとか調べなきゃいけないほどの、なんかややこしい問題は出てないからね。According to the table, which of the following is true? Steroid and alcohol belongs to the same group. あれ？やっぱ見ないとダメかな。Group 1 contains things that cause cancer in people. そうじゃないの？これ合ってるよね。で、pickles are not in the same group as coffee. これ同じだったよね、確かね。Group 2A does not include any food items. Group 2A は食物を含まないって、 red meat は食べ物じゃないね。だから、これでいいんでしょ？どこだっけ？ Pickles are not in the same group as coffee. これか。Group 2 contains things that cause cancer in people. これだよね。2番、1番、ん？ 21 番は2番ってことか。21番は2番。一応念のため。あれ？ 2 番。あれ？これか。これでいいんだよね。Steroid and alcohol belongs to the same group. ステロイドとアルコールは違うよね。ステロイドとアルコールは全然違うところだね。ここだよね。ほんで、その次。According to the passage、本文によればってことだね。Which of the following is true? あってのはどれですかと。The IARC specializing in cancer、is part of the WHO。そうじゃないの？これはこの中にある組織なんでしょ？だから1番でね。ちょっとわかんないかな。どこに書いてあるかっていうとね、どこだっけ？どこに書いてあったよね。これかな。The International Agency for Research on Cancer belongs to the WHO。belongs to っていうのは、なんとかに所属してるってことよ。ね。例えば、私はテニスクラブに所属してますとかね。あるいは、そういう意味じゃなくて、例えば、このカバンは私に所属してます。belong っていうのよ、ね。つまり、私のものですということよ。あれ、この本は私のものですっていうのもね。よくなんか向こうの本で、子供用の本はね、表紙のとこ、ちょっと、表紙とか開いて、その最初のページに This book belongs to なんとかって名前書かせるとかあんでね。まあなんかどっかで何落としたりしたら、なくしたりしたら、届けてもらうためなのかどうか知らないけどね。まあそういうことよ、これね。だから一番は違うわけでね。違う、これか。あれ？ 1 番か。The IARC specializing in cancer is part of the。 そうだよね。あれ？じゃあ何？これなんて選んだ？ 2 番は、22番、1番、1番選んでるわ。The IARC cancer causing list has a。 あれ？ちょっと待ってよ。俺こんなとこやってなかったね、今。これやってたんだよね、今ね。あれ？ 21 番は2番。Group A contains。そうだよね。だからこれか。このとこ関係ないよね。ごめんごめん。そうか。この次の問題やってたのか。ほいで、これが答えかな。
そうだよね。22番はだから1、23番か。うん、違う、22番か。これは1でいいんだよね。で、あと2は間違い。The IARC Cancer Causing List has a total of four groups。これよ、5つって書いてあったでしょ、本文にね。確か。で、The IARC encourages people to have their pets tested。ノート書いてあった？ペットをテストしてくださいってね。書いてないよね。The IARC's job is to raise money for animal research。動物の研究のためにお金を集めることだと書いてないね。その次、According to the passage, which of the following is true? あってのはどれですかと。People generally do not like to cook dishes using bacon。こんなこと書いてある？ベーコンを使った料理をするのは人々はまあ好まないと。結構好きでしょ、ベーコンとかね。で、The IARC does not tell us to avoid everything on the list。これはちょっとわかんないね。We should immediately stop eating bacon and sausage。もうこれはもうすぐにやめるべきだと。We should eat whatever food we like every day。好きなものは何でも食べなさいと。ね。どれだろう。迷うね。23番か。困ったな。Does not tell us to avoid everything。これはもうすべてやめなさいっては書いてないよね。It may not be necessary to avoid everything on the list. The list shows things that have a link to. If the risk it is well known. That something is dangerous and is connected to lung cancer. これどれだろう？なんか迷うな。1番は違うね。2番、3番、4番か。どれだろう？2番か3番か4番。消していこうか。We should eat whatever food we like every day。毎日好きなものを食べるべきだと。でも、ね、一応、禁止されてるものは、禁止っていうか、これ危ないよっていうものはあるんだからね。そんなこと言ったら何も始まらないよね。4番は違うでしょ。3番はどう？ We should immediately stop eating bacon and sausage。ベーコンとソーセージは即やめなきゃいけないと。ベーコンはどこだっけ？これか。ああ、本当。そっか。どっちがいいんだろう。The IARC does not tell us to avoid。すべてをやめなさいとは言わないと。これはどういうリスト？やめろとか言ってんのかな？危ないとは言ってるけどね。ちょっと待ってね。This is to make。Dev options now。He's able to say this because the things in group A。まあ動物実験でそのキャンサーを引き起こすからこれは危ないって言えると。あれ？It may not be necessary to avoid everything on the list。The list shows things that have a link. It is well known, for example. これいいよね。We cannot say that sunshine. But the IARC says that we should be careful with the things on the list to reduce our. We should be careful って言ってんだね。注意しなきゃいけないと。だから、まあこれも違うんだろうね。即やめなきゃいけないって言ったらね。3番も違うとしたら2番かな。The IARC does not tell us to avoid everything on the list。
よくEverything とかね、大体さ、Everything on the list だったらあれだよ。太陽に当たれないじゃない。ね。ステロイドとかもね、塗れないし、コーヒーとかも全然飲めないしね。これでいいかな。ちょっと一番最後はちょっと難しいかも。ね。はい、7番。これで終わりかな。そうだよね。センターとかになるとさ、やっぱり何て言うのかな、スタミナが必要じゃない。ね。これもそうだよね。やっぱりこれぐらいは続けてできないとね。ちょっと読んで、ここで問題解いていこうかな。One rainy Sunday, Anita woke up and looked outside. まあ、こういうのは線引いといてね。囲むかね。人の名前とか。ちょっとここはね、できないんでね、もうこのまま置いときますけども。It's raining again, she said, and looked unhappy. ああ、雨が降ってると、そして looked unhappy。unhappy に見えたと。Oh, rainy days are not so bad. そんなに悪くはないよと、rainy day はね。Anita's mother, Julia, replied, 答えたと。I'm sure you can find a way to enjoy a day like today. きっと今日みたいなその日を楽しめる方法を見つけられるわよと。雨の日でもね。How about inviting your friends over? 友達を招待したらどうかと。Thanks, mom. Anita smiled a little, but still looked sad. Do you like rain, mom? Anita asked. お母さん、雨は好きと。You usually look happy on rainy days. 雨の降る日はいつも嬉しそうねと。Julia replied, No, I don't like rain, but rainy days always reminds me of my old friends. ね、いや、好きじゃないけども、でも、雨の日ってのは、remind she of っていうことで、私に友達のことを、昔の友達のことを思い出させてくれるんだと。Now, those memories make me feel happy on rainy days.、ね、その思い出が私をハッピーにするんだと。When I was your age, I didn't like rainy days either.、ね、お母さんがちっちゃい頃、まあ、アニータと同じぐらいの時ね。I didn't like rainy days either. 雨降りは嫌いだったよと。Just like you. ね、あんたみたいにねと。I loved to do active things outside. ね、外で遊ぶのが好きだったと。Especially hiking and cycling.、ね、When it rained, 雨が降った時は、I couldn't do the things I liked. So I didn't want to do anything at all. だから何もしたくなかったと。One day, however, however 大切ね。まあそういう調子だった、そういう具合だったんだけども、でもある日なんかが変わるわけだよね。My two best friends and I decided to find a way to make rainy days more enjoyable. 私と私の2人の友達が、ね、3人で decided to find a way 方法を見つけようと決めたわけね。どういう方法かっていうと、Make rainy days enjoyable、ね。Rainy days を enjoyable にする方法、ね。What happened then? どうしたのと。ここまでで分できるよね。問題ね。Anita was unhappy because she had to get up early. She couldn't go on a trip. She had to do homework. She didn't like rainy days. これは4番でね。24番は4番。4番か。置いて。次はどうかな。When Julia was her daughter's age, she and her friends looked for places, tried to find a way to enjoy rainy days. これか、2番か。ね、楽しむ方法を見つけようとしたと。次はできないね。One activity that Julia and her friends did was どういうことをやったかっていうと、ってことでね。そういうこと。ん？ん？Just like you。これはやったのか。
そうね。What happened then? どうしたのと。Julia continued, We each tried to think of some ways to enjoy rainy days.、ね、雨の日を楽しむいくつかの方法を考えたと。うん、For the next few months, every time it rained.、ね、次の数ヶ月は雨が降るごとに雨が降ったら毎回、The three of us met at my home. 家で会って、家に集まって、and tried out one of our ideas. 私たちのアイデアを実際にやったわけだよね。The first idea was to try to enjoy getting wet. もうむしろ濡れるのを楽しもうと。そういうアイデアだったわけね。This seemed like a good idea at the time. まあその時はいいアイデアみたいに思われたと。But very soon we got completely wet and felt very cold. ね、まあ、もうずぶ濡れになって、そしてえらい寒かったと。Another idea was to walk around together under a big umbrella while singing. 歌いながらっていうことか。大きな傘をさしてみんなで歩くことね。うん。That went well for a while. まあしばらくは面白かったんだけども、But because of the strong winds and rain. ね。雨風が強くて、We couldn't hear ourselves sing. 自分たちが歌っているのを聞けなかったと。それぐらいなんかすごかったわけね。And then the umbrella broke. 壊れたと。うん、あんまうまくいかないわけだね。In the end, we did agree that just being together was a good way to spend rainy days. なるほど。まあ、最後には結局、この we did の did はちょっと難しいよね。強調ね。私たちは、I love you とか言うけど、I do love you って言ったら本当に愛してるんだよっていうことね。だからこれ強調だからあんまり気にしないで。だから We agreed なんだけど、そこに did をつけただけね。どういうことで同意したかっていうと、just being together、ね、一緒にいるだけで was a good way to spend rainy days。それだけでもいい方法なんだと、ね。一緒にいるだけでも楽しいと。It was much better than just sitting alone at home。家で一人でいるよりもね。Waiting for the rain to stop。ね、雨が止むのを待って、待ちながら、その家でいるよりもね、ずっといいと。Julia smiled and said, Anita, I really want to help you learn to enjoy rainy days too.、ね、お前にも、その、なんていうの ?learn to enjoy。楽しめるようになる。ね、雨の日を。そういう、なるように、なれるようにヘルプしたいんだと。ね。That's why I think you should invite your friends. まあ、友達を呼んだらと。over。あ、これ、invite 誰々 over ってことね。And spend time with them on days like today. ね。今日みたいな日は、そういうふうに友達を呼べばと。Anita finally started to smile and rushed to call her friends. 友達を呼びに行ったと。うん。まあ、電話するとか、そういうことなんだろうね。はい、じゃあ、その次3番、26番ね。そうだね。One activity that Julia and her friends did. やったこと一つ。Collecting umbrellas。このことやってないよね。Going to cafes。これもやってないよね。Going swimming。Singing in the rain。これだよね。3番は4番。26番は4番か。雨の中で歌うわけだよね。そういうなんかミュージカルあったけどね。確かね。27番。うん、after。これで終わりかな。そうだね。これで終わりだよね。After listening to her mother、お母さんの言うことを聞いてから、Anita decided to、どうしようっていう思ったかっていう、どうすることに決めたかっていうと、もちろん友達を呼ぶことにしたわけだね。Invite her friends over。これか。Buy a new phone.Learn more about weather.
Spend more time with her. お母さんといる。まあ、これだよね。一番だよね。ということで、一応全部やったけども、これで1時間かかったわけか。うん。よし、じゃあ、これの答えね。ちょっと答え見て、答え合わせしますわ。これはもうしょうがないけどもね。これはまあ合ってるでしょ。ちょっと待ってね。答え3441321。うん、3441。これで2か。これでその次が、431211。どこだっけ？あれ？ああ、9番からか、これ。ちょっとね、これはもう、多分合ってると思うんで、もうやめときます。15番から。15番からは、442。ん？ 442。うん。ほんで、442の次は、321211。ん？あれ？32121か。23番からが、23番からが241、ん？ 24241か。24241。そうだね。合ってるよね。うん。まあ、ちょっと一個ね、なんかややこしいのがあったけども。結構もっとね、なんか面白い過去問は面白いような、話があったよ。これはほら、センターでも使われるような問題ね。こういうふうに、表とかグラフとかがあってさ。うん。じゃあ、そういうことで、本当、公認だと思ってね、なんていうの？バカにしないでね。簡単だろうってね、バカにしないで、やってごらん、本当に。満点取るのは、すごく難しいよ。だいたいこれ満点取るようになったら、次はちょっとずつセンターにまあ進んでもいいかなって感じするよね。ね。はい、じゃあ終わりましょう。